右左どっち、右左どっち、きついね、右左どっち右、うおでかいです、大杉です、リュウジです、エイジーダイジェット、右左どっち、フリーキック対決、はい、はい、あばい、ということで、まあ、これだけ言われても何のこっちゃだと思うんですけども、ショート動画で右左どっちって言って当てたやつをどん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 混ぜてミックスジュース作ったりとかっていう動画とか見たことはありません？マジであります。なんか最近めちゃくちゃ回ってくるんですよ、はいはい、カーボンって誰もやってないんじゃないかなと思って、はいはい、今回はそちらをやっていきたいと思います。ボールを混ぜるってことですよね。あ、それはあの今後はめちゃくちゃ支障を来すんでそれだけなんですけども、こちらにですね5種類の普通のボール、5種類の普通のサッカーボールじゃないボールをご用意させていただきました、うん、はい、うん、総あたりで5球勝負で対戦をしていって、まあ、一番ゴールを決めた人が、まあ、勝ちという形でやっていくんですけども、はいはい、そのフリーキックで蹴るボールを右左どっちで決めていきたいと思います。いや、ということで右左どっち、はい、フリーキック対決やっていきたいと思います。はい、チェンジサーバー。それではまず1試合目の対戦相手決めていきたいと思います。グッパーで決めましょう、はい、せーの、グッドパー。1試合目僕 VS 大杉ということで、なんでリュウジさんには右左どっちでわかりました、こうボール上げておいてもらえるかと、はい、で、はい、ここからじゃんけんして、うん、じゃんけんで勝った方がボールを選んでいきます。負けた方は選ばれなかったボールがそっちに行きますので、あー、はい、なんでじゃんけんいきましょう。最初はグー、じゃんけん、はい、なんで、大杉さんがボールを選ぶという形でやっていきたいと思います、うん、はい、OK です。はい、じゃあいきますね。右左どっち、左、どういうリアクションだ、そのカメラ裏の先輩はいはいはい、なるほどね。いや、笑っちゃうなこれ。左、右左どっち、右、右左どっち、左。さあラストです。右左どっち、左。めっちゃ笑ってるけど何、どういうことだ。さあちょっと待って待って、さあ出揃いました。はい、僕はもう自分の獲得したボールの位置の方に立ちました。後ろ振り向いてください。え、左にあるってことですね。そうです、左にございます。3、2、1。普通のボール1個だけ。普通のボール1個です。まあラグビーとかはね、使いようによっちゃいいと思いますけど。やばいのしかないじゃん。やったか。いや、マジでやってない。あの証拠が全部動画に残ってますんで。マジでやってない。じゃあ、さっき勝った方から順番決めていただいて。先行で。先行で。かしこまりました。サッカーボールからいきます。じゃあもうここは確実に取りたいってことだよね。確実に行ってほしいから。よっしゃよし、ど真ん中、あー、ど真ん中、まあ、まずはチャンピオンズリー決めるぞ。いや、決める当然でしょ、そこは。あ、煽ってきてるわ。さっき外した人が言ってるよ。いや、ほんとだ。やってしまった。いや、まだこんだけ普通のボールあるから大丈夫。もう向こうは普通のボールないからね。言っても蹴りやすいのはありますから。バレーボール、お、マジか、お、惜しい。ユニフォーリア、もう大杉の癖は俺は知ってるからな。いや、俺の癖を知られてるわ。あっ、いやああ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 あ、おぉ、よしよしよし、モルテン、見て当然でしょ。いや、そうなんだよ。きゃあきゃあ、正直あれが本当は一番怖い。ボール、サッカーボールより怖い。同点のチャンスもこれしかない。これ行くぞ、来い。やべぇ。0-9です、今のところ。綺麗に浮かせてきた。ナイキ、いやー、せっかくこんだけ普通のボールあったからさ、2は行こう。 うわもったいない、もったいない。テニスボール。あれはダメでしょ。
ただなんかすげえ変化しそうな気がする。確かに当たればね。ゴー。あうわあ、うわあ、見てー。はい、ということで1戦目大杉さん0点ということで僕2点いかしていただきました。まあ運も実力のうちということで続いて対戦がですね、大杉VS リュウジ2回戦戦っていただきたいと思うんですけど、備品をね探してみたらですね、サッカーボール以外のボールがですねめちゃくちゃたくさんありまして、ちょっとこん中からサッカーボールじゃないやつは僕の方でランダムで選ばせていただいて、と右左どっちの中に組み込ませていただきたいと思います。ボール選びじゃんけん、はい、よろしくお願いします。最初はグーじゃんけんぽい。おお、リュウジ選ぶということで、はい、先輩顔出した方がいいかな右左どっち？右。きついね。右左どっち？右。右左どっち？左。右左どっち？右。やばい。おい、その反応どっちだよ。いや、これ厳しい戦いだわ。どっちだよ。怖いよ。悩んでるね、後ろの人。右左どっち？左。大杉さんが立ってない方のボールがリュウジさんのやつですので、振り向いていただければと思います。いいですか？3、2、1、どうぞ。さっきの大杉さんパターン。いや、逆パターンです。マジかよ。ただ鉄板ボールだけは大杉さんの方に行ってます。普通じゃないボールも結構ね、いや全然上3つはいいかもしれない。はい、ということでこのラインナップで戦っていただきたいと思います。マジ、俺全部決めちゃうよ絶対絶対。よっしゃ。じゃあよろしくお願いします。お願いします。1球目普通のボールでいきます、はい、みんな普通のボール最初に処理したがんだな。ここで最初に点取って安心したいんだよね。なるほどね。うわーうめえ。うわーうめえ。うわーやべえ。まずは宣言通り、よし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 、ユニフォリア。はい、大月さんは今チャンスボールだらけですからね。チャンスボールだから。うわブレダマスター、はい、これでいきます。 OK です。だから俺もこれどんぐらい曲がるのかちょっと覚えてないんだよね。そうだよ。うわめっちゃ曲がった。やばくない？うわめっちゃ曲がった。やばくない？でも曲がりすぎて取られたねおお、普通のボールコネクト、コネクト。ここは決めときたいところだね。あ、ゼロなんだよな。あ、うまい。キーパーが、あ、うまい。キーパーがどんどん癖の強いボールだけが残ってきてますが、3球目こちらでいきます。いきます。はい。アジアカップ、アジアカップボール、いきます。はい。あ、うまい。惜しい。やっと。さあ、どっちに行くのか。もちろんこっちですよ。おお、なんかブレる。それが多分めちゃくちゃブレると思う。うまくいけば。おお、おお、無回転だったけど。19。痛そう。しかも。チャンピオンズリーグ。オッケーです。まだ1だからね、俺。そうだね。いやあ。よし、ラスト。はい。モンスターボール。あ、やっぱトゥーンなんのか。これは無理だ。これは無理だ。これはノーチャンスだった。他のやつだとピーグルしてもいい。あ、いいよいいよ。あ、いいよいいよ。あ、来た。本日ラストです。鉄板ボール。これマジで痛いから。ごめん、リュウジ。怪我するよ、これで。ああ。ちょっと待って。ああ。ちょっと待って。1だ。はい。ということで、大杉さんが2試合終了しまして。1です。1。で、僕は今1試合終了して2。うん。僕は1試合終了して1。1。大杉さんの優勝がここでなくなりました。敗退決定です。で、あとはもう僕とリュウジさん。一騎打ち。一騎打ちでございます。決勝戦ですね。ボール選択じゃんけん。わかりました。最悪じゃんけんぽい。選べたぞ。はいはい、よしよしよし。右左どっち？こっち。右左どっち？こっち。
右左どっちこっち。どうなんだ、あかんねー。右左どっち、こっち。ラストですね。はい、右左どっち、カッチ。おい、リュウジさんの立ってない方のところに立ってください。えかこれマジなんだよ。これ、ね、マジなんだよ。なんかワンチャンさんも八百長じゃねって思われるぐらいだけど、マジなんだよこれ。しかも人生のばっか。最後の1個が見えないんでちょっと前置いてもらっていいですか。はいはいはい、あー見えました見えました、ありがとうございます。ただ俺一応1勝ってるからね今のところ。そうだね、そうなんだよ、そこは。うん、僕がさっきじゃんけん勝ったんで、はい、高校で行かせていただきます。1球目、まあ普通のボールですね。はい、こちらでいきます。1球目は無事抜いてやるべ。おぉ、あっしゃー、一番可能性のないやつから消化していく野球ボール、ガン。あっしゃー、投げきれた。おぉ、イエーイ。あっしゃー、投げきれた。おぉ、イエーイ。リュウジあれ2球目、普通のボールでいきます。参ります。やばい、あっ、やべえ。実力でいくしかない。テニスボール、ゴー。よし、3球目、普通のボールでいきます。よし、ここで同点追いつかれたらまずい気がする。あれ、よっしゃー、いったー。久しぶりに俺、対戦企画で勝てるかもしれない。かも。よし、決めるぞ。読んでる。あー4球目、いきます。あー、死んだ。あー、死んだ。やばい、マジでやばい。これ決めたらもう終わりだよ。あ、そうだそうだ。ヘディングボール、結構変化するんじゃないかなと思って。あー、やばい、あー、いった。あるぞ。おー、あー、外したらもう、とりあえず勝利だ。決めたらサドンデス、決めて先発したら、決めて俺が外せばサドンデス。あー、まあ、外すからサドンデスってことだ。そうだね。消えた。同点です。同点ですね。やべえ、外したらサドンデスですね。だだ、あるぞ。ラグビーはマジで、いきます。わざとだろ今の。今わざとだろ。全部魔球でいきませんか。なるほど。魔球対決。じゃあ魔球魔球で右左どっちやってもらって。魔球魔球でどっち。めっちゃいい。さっき僕が選んだんで龍二の方から先に選んでもらいます。はい、右左どっち。こっち。おお、なるほど。俺はリフティングだ。なるほど。まあでも両方両方ともある。よっしゃー。よっしゃー。大杉、見ててくれ。さっき決めたやつだからね。うわー。決めた。いやブレたねー。めっちゃブレるよね。あれもブレるんだよ。やだもんな、樹海さんとかってやだもんな。いきます。はい。うわうわやばい、えぐ。うわうわやばい、えぐ。あーこれやばい、えぐー。今の右左どっち、こっち。2、1、ダウン。やべえぞこれは。行かせれればな、これも。まあ全部こっちで。あ、マジで。あ、そっか、よかったー。行きます。おい、逆にもうバウンドを意識するぐらいでもいいから。あ、おお。あぶねえ。来い、決めれば勝利。着つけますか。よっしゃ。え、うわ、右左どっち、こっち。なんだその笑いは。うわマジか、これはある。曲がってほしい、いきます。おい、うわおー、いやー、危ねえ。てかマジで曲がるの。いやー、マジで曲がるの。ここで曲
負けんの一番ダサいわ、野球ボールで。行きますね。ダメ。いきます。はい。止めた。やめ。じゃあ、はい。右左どっち。これは分からん。いや、いい。オッケー。やっ。うわ。うわ。入った。嘘。これ決めればまだ続きますね。よし、行きます。うわ。まさかのリフティングボール勝ったわ。はい。ということで、私10回右左どっち振り軸対決勝たせていただきました。おめでとうマジで。いや、ゆうしろ。ジョインチャンネル概要欄に貼っておきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ということで、この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でオープンお会いしましょう。さよなら。さよなら。僕の存在が君に膨れ上がる。